はいどうも、りょういちです。それでは、セブンデイズトゥーダイやっていきたいと思います。今回は、まだフォードまでね、若干時間があるんで、その時間を利用してね、地下に畑を作りたいと思います。今までね、畑第二拠点にはまだなかったんで、その畑をね、そろそろ食料問題とかね、出てきたんで、畑をね、ちょっと作りたいと思います。種はまだ少ないけど、まあ、とりあえずね、一応形の畑をね、作っとかないと。よし。ちょっとずつ増やしていこう。このポテト2個とコーン1個から。で、まあ持ち物はもう結構フォードの準備してね、銃とか弾とか持ってるんですけどね。とりあえず、で、畑の場所なんですけど、この寝室があって、この先にね、この先にちょっと作ろうかなと思います。で、とりあえずちょっと空間を掘ろうか。ここの畑のね、そんな大きいのは、とりあえずまだ必要ないから、種もないしね。必要ないからね。よし、とりあえず掘っていこう。よし。で、あんまり、離れすぎちゃうとね、まあ、ベッドの近く、30マス以内ぐらいだったら、ベッドから、ゾンビとか湧かないから、その辺に作りたいね。もしね、離れすぎてね、地下の湧き条件はちょっとあまりまだね、分かってないんだけど、土置いてもね、湧かない時もあったりするから、分かんないんだけど、もし地下でね、普通に全然離れたところに作って、こんなトンネルの中で、ゾンビ湧き出してもね、困るからね、知らないうちに、トンネルがもうめちゃめちゃにされて、アリの巣状態にされてる可能性もあるから、そんなになると嫌だから、とりあえずやっぱこの、絶対にこのベッドの近くだったら湧かないはずなんで、それを利用してね、そこに作ろう。この辺ぐらいかな。とりあえず距離的にはこの辺ぐらいにしとこう。で、ちょっと広げよう。ここをね。よし。ここをこう広げてだよ。とりあえずブロックで。当たりをつけようか。わかりにくいからね。3×3 でしょ、今。もうちょっと広げよう。この辺だな。まあ、最初は小さくていいか。また広げればいいから、いくらでもね、地下だったら広げまくれるし。うん。3×3 でもいい気がするな。とりあえず。まだ種だって3個しかないから。結局。よし。じゃあ 3×3 でいいか。様子を見よう。とりあえずね、様子を見よう。それで。よし。ここを掘って。よしよし。OK。とりあえずこれでいいか。あ、そうだな。もう一マス奥に掘る。あ、手前でいいか。手前を崩そう。地面というか土と、石の部分は、ちょっと一マス開けたいから、一回り大きく掘るよ。よし。こんなもんでいいかな。ここだね、あと。よしよしよし、OK。で、これで、まあ、4×4 くらい。まあ、ちょっと、長いけど、こっち長いな。まあ、いいや。とりあえず、それはまた広げる分としていいから。よし、これで、土をね、置こう。ここに。よいしょ。3マス。3×3 の土を置いて、これ基準。これ基準。こっからね、周りにどんどん広げていこう。そして、で、作物をね、地下に植える条件がね、あるんだけど、まあ、条件の一つ目としてはね、高さだね。空間。空間が必要なんだよね。作物がまず育ちきった分の高さと、さらにその上が空いてないと、育たないはずだから、まあ、
ポテトだったら2マスとか、普通の背の低い植物だったら2マス空いてればいいけど、こんな感じだね。だから植える部分と、さらに1マス上に空いてると。で、でもトウモロコシは背が高いから、さらにちょっとね、空間を空けてやらないといけないね。うん。で、天井をもうちょっと空けてやらないと、植えることができない。育たないのかな？植えても育たないのかな？うん。で、もう一つね、地下で育てるには条件があって、日の光がね、入らないとダメだから、まあ、日の光といっても、外に繋がるね、空間がね、8マス以内とか、それぐらいにね、あれば、存在すれば大丈夫らしいから、まあ、だから、普通に考えて、こっから8マスとか、で、この辺に外に繋がる空間があれば、育つっていう考えなんだけど、この真上を掘って今回は、ね、日の光を入れたいと思います。だから、ここだね。このポイント。ここの真上をちょうど掘りたいんだけど、これってどうやって座標とか出たかな？座標7434の2483。これを覚えてたらいいんじゃない？ 7434 の2483。これを地上で探せばいいんだ。多分。よし。ちょっと地上に行こう。多分ね、日の光はね、日の光というか、掘るのは1マスだけでいいと思うんだよね。全面掘らなくても、育つと思うんだけど、その辺もいまいち分かってないから、まあ実験でね、植物育つのは時間かかっちゃうからね。やってみよう。育つか。育たなかったらまた変えればいいし。で、植物はね、ゲーム内時間じゃなくてね、実時間で育つはずだから、まあ実時間というかね、うん、結構かかるんだよね。育つのに。本当に。だからね、のんびりやっていこう。7483じゃない、7434。7434。こっちかな。もっと上か、もうちょっと上だな。7436。32。2マス、戻る。7434、来た。2483。24。今、85だから、2マス。こっちかな ?2483、来た。来たぞ。7434、2483、来たぞ。ここだ。よし。よしよし。この岩をまず、邪魔だから削って、ここだね。ここを掘っていこう。ここでいいのかな？よし、ここをまっすぐ、真下に掘っていこう。そしたらちょうどね、畑のど真ん中に出るはず。計算上。よし。お、石だ。真下にね、掘っていくだけだったらね、楽だからね。あ、砂利だ。よしよし。いいぞいいぞ。どんどん掘っていけ。直下掘りはね、まだ楽だよね。このゲームは。マイクラと違ってマグマとかも出てこないしね。あ、着いた。おー。おー、ビンゴ、ビンゴ。ビンゴですよ。ちょうど着いたね。いいね、いいね。おー。意外と早かったね。これで、条件はね、クリアしてるはずだから、まあ、もうちょっと天井を広げようか。おー、雑草がめちゃくちゃ生えてきた。いいね、いい感じ。いけそうだな。これゾンビのね、脇条件とかいまいちまだね、分かってない部分もあるからね、またそういうのも検証しようかな。検証会みたいなのも入れてもいいかもしれないね。実験会みたいな感じで、クリエイティブモードとか、っていうか、まあ、チートモードとか使って、それで検証するのもありだな。よし。めちゃくちゃ雑草が生えている。刈り取ろう。まあ、とりあえずこれで、OK そうだね。うん。よし。まあ、こっからゾンビ生えてきたらもう、えらいことになるけどね。まあ、生えてこないはずだよ、これ、本当に。ベッドあるから。よし。とりあえず、耕すか。クワを、取ってこないと。
クワあったかな。クワってなかったか、作ってなかったのか。よし、じゃあクワを作ろう。オッケー、クワできた。よし、これでここを耕すぜ。本当にちっちゃい畑だな。よし。で、肥料もまだ3つしかないから、とりあえず一応3箇所に使っておこう。よし。OK。これで OK だ。で、植えていこうか。トウモロコシ1個しかないな。1個しかない。まあでも3つ肥料与えたからちょうどここに植えていくか。あ、ダメだ。高さがまだ足りないか、トウモロコシの。高さが足りないっぽいな。微妙に。植えれないわ。植えれないね。よし。ちょっと掘るか。もう一マス。天井を開けよう。多分これでいけると思うんだけど。よし。よし、いけた。で、ポテト。ポテトを、ここに。よしよしよし。いいね。天井を。あれかな、育たない環境には植えれなくなったのかもしれないけどな。わかんないけど。よしよし。これで多分大丈夫だと思うんだよね。育ってくれることを祈ろう、あとは。よしよし。よし、じゃあ、あ、あとあれだな。上を封鎖しないとな。さすがにあそこ、開きっぱなしだとね。ゾンビが間違ってね、落ちてくる可能性もあるから、このアイアンバーズを使おうか。アイアンバーズを。まあ、ガラス窓とかでもいいんだけどね。窓ガラス。雨天。じゃ、ガラスプレ、ペイン。これか。こういうのでもいいか。使ったことないけどね。まあ、でもこれ耐久値しょぼそうだしな。ちょっとね。うん。いまいちそうだから、ま、あいいや。とりあえずこのアイアンバーズでいいか。あとここもまたブロックを敷かないといけないな。ブロック、これだ。よし。ここの通路はまあまた広げたりしようか。よし、とりあえずこれでいいか。周りはまだ広げる予定だからね。で、一応扉置いといた方がいいかな。ドア。うん。まあ、何かあるかわかんないからね。扉を設置。よし。これで OK だ。よしよし。畑。あとは上だね。上の部分に、あれを、アイアンバーズを置こう。ハッチとかでもいいけどね。いや、でもハッチじゃあれか。まあ、で、骨折するからな。飛び降りれないからな、どの道。どこだ？どこか、どこか全然わかんない。上からじゃ、あ、ここか。これ？あ、違う。どれだ？あれ？これ違うな。どこだ？もっとこっちか。どこだっけ？あれ？意外とわかんないな。パッと見で全然わかんないな。もっと上か。もっとこっちの方か。あったあったあった。あったあった。危ない。危ない。滑らしたらこれ。真っ逆さまだからな。滑らしたら死ぬ可能性あるからな、これ。早く封をしないと。あーでもこれあれか。ちょっとアイアンバーズそうだ。真ん中にしかつけれないからね。きっちり高さが埋まらないんだよね。ブロックとかだったらこういう風に平ら、まあある程度高さがね、合うんだけど、アイアンバーズはね、このアルファ16からなんかきっちりね、端につけれるようになるらしいけどね。こうなっちゃうんだよね。真ん中につけれるからね。まあいいか。これだったらでもなんかゾンビ引っかかるなぁ。引っかかってなんか壊したりしそうだけど。え？なんか来たし。ノラホードかよ。ノラホードかな？これは。
久々に見たな。あのラフォードだね。久々に見たぞ。お前たち。相手になってやるぜ。邪魔されたくないんだ。今は。おっ。最近でもノラフォード全然来てなかったけど。まあ地下で作業してることの方が多いからな。多分気づかないんだろうな。家に直撃してることもね、少なくなったしな。よし。ノラフォードは気づかれなかったら無害だからな。あともう自分の建築物に、の進行方上に何もなければ。よし。OK。これ全滅かな？あ、いたわ。OK か。ノラフォードの数ってそこまで多くないな。前もうちょっと多く感じたけどな。なんか、結構少ない感じがするようになったけどな。その辺ももしかしたら変更されてんのかな。知らない間に。本当にでも分かんなくなるな。まあ別に上は何かするってわけじゃないからな。いいんだけど、ここか。なんか、でも変にブロックとか置くとな、余計ゾンビが引っかかったりするからな。嫌だしな。まあいいか。これでいいや。これで様子を見よう。まあ、ちょっと引っかかってたとしても、大丈夫だろう。削られないだろう、そんなに。上ちょっと削られたとしても、一マスしか掘ってないから、ここが壊れない限りは大丈夫なはずだ。アイアンバーズが。まあ、そう簡単には壊されないや。よっぽどのことがない限りね。よし。OK, OK。あ！こっちに植えてる木がちょっと育ってる。これ実験的にね、木を植えたんだよ。この、木って、横幅4マス、4マス間隔っていうかまあ3マスか、間に3マス開けないと植えれないんだけど、この高さも、なんだ、距離に含まれるんだとしたら、隣接して植えれるのかなと思って、植えたんだよね。じゃ育ってるな。育つのか。まあ最大成長までするかはわかんないけど、この最大成長までしたら、隣接して高さでも、その3マス以上離れたら、あれかな？育てれるっていう感じでいいのかな？これだったら、ちょっと可能性広がるね。まあ、めちゃくちゃ高いとかね、段差、高低差は、つくけど、なんかね、新しいものが作れそうだな、これは。うん。結構隣接して植えれるもんね、結局。高ささえ変えてしまえば。その辺も実験してやっていこうかな、また。うん、そういうのをまとめて検証する回みたいなのを設けてもいいな。よし。まあだからなんか検証してほしいこととかね、あればコメントで、言って書いてください。そしたらね、まとめてその辺検証してみるんで、あまり時間がかかるやつとか、大掛かりになやつだと、まあ、後回しとかになっちゃうかもしれないけど、順番にやっていったりするかもしれないけど、まあ、簡単なことならね、パパッと、検証したりもできるかと思うんで、とりあえずね、まあ、ライブでやってもいいしね、検証とかはね、うん。まあ、その辺は適当にやっていきましょう。よし、まあ、こんな感じで今回はね、簡単に畑をね、地下農場かな？地下農場的な感じでね、作ってきました。あれが育つのかね、楽しみですね。で、次回ね、ついにフォード迎えますね。いやー、楽しみだな。コンクリ使ったしな。どうなるんだろう。どうなるかわかんないけど、まあ、銃も、十二分にあるんで、ハンティングライフルとアサルトライフル、マグナム。この三つがあれば、とりあえずなんとかなるだろう。弾もふんだんにあるぜ。これだけあればいけるんじゃねえかな？うん。よしよし、いけそうな気がしてきたぜ。というわけでね、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。